私がその男と出会ったのは中東のとある町だった。かつては栄えていただろうその町は戦場になっていた。民兵と民間軍事請負企業の兵士の不毛な戦い。今や戦争は商品であり巨大な資本が動く市場だった。その戦場でただ一人己のために戦う男がいた。それは一人の年老いた兵士、ソリッド・スネイク。かつて世界を救った英雄、そして世界を破壊した犯罪者と言われる男。老兵士は戦いに疲れ果てていた。それでもなお彼は銃を取る。全ては自らの呪われた血を断つため。食材の思いとともに老兵士ソリッド・スネイ、その秘められた過去とは。私がソリッド・スネークという人物を追い始めたのはある一つの書類を入手したことがきっかけだ。それはある一人の兵士の情報だった。ビッグボス、彼は軍事関係者の間で史上最強の兵士と噂されていた神話的な存在。誰もがその名は知っている。だが実際に会ったことがあるという人物はあまりに少ない。本当に実在していたのかどうかさえ不確かな存在。まさに伝説の人物だ。しかし軍の公表した書類はビッグボスの実在を主張していた。60年代に CQC と呼ばれる近接戦闘術を考案し、キューバ危機以降のこじれた米ソ関係を修復するためにソ連へ単独潜入。ビッグボスは偉大なる愛国者として世界を3度目の大戦から救ったのだという。その全ての記録が書類には書かれていた。